ヤンレ・ハッポネンはフィンランドクオピオ出身のスキージャンプ選手。ハッポネンは1992年にスキージャンプを始めた。2001年のジュニア世界選手権で団体金メダルを獲得。2001年11月23日、地元クオピオでスキージャンプワールドカップにデビュー11位となった。このシーズンは1月のコンチネンタルカップで2連勝。 ジュニア世界選手権では個人団体の2冠になった。しかしその後、コンチネンタルカップでは毎年好成績を上げるもののワールドカップではあまり成績を残せずにいた。2006年のスキーフライング世界選手権で団体銀メダルを獲得、続くオリンピックでも団体銀メダルを獲得した。また、3月に入りラハティでワールドカップ初勝利を挙げると、 プラニツァの最終戦でも2勝目を挙げ、総合14位となった。日本での相性は良好で2006年夏のサマーグランプリ、白馬で2連勝、2008年のワールドカップでは2戦、連続2位など好成績を記録した。2008年3月3日、地元クオピオでワールドカップ3勝目、総合で自己最高位の8位となった。2008年6月、 ドイツのクリンゲンタールでトレーニング中退を骨折。リハビリの後2009年2月に再びジャンプのトレーニングを始めた。コーチ陣は3月のノルディックトーナメントから復帰させようとしたが、八ポ年はトレーニング不足を理由に2009年夏の復帰を発表した。ありがとうございます。